ないの感覚ですけども、まあ20センチから25センチぐらい、今この手がだいたい22、3センチあるかな、体の方十分気をつけて、体調悪いと思ったら休んでもらって結構ですし、あとね、その水路に水流れてますから足ね、やって詰めたりするとか、いろいろ自分で気を使って、作業を進めてください。よろしくお願いします。ちゃんとやるんだ。制服真っ黒、制服が真っ黒になっちゃったですね。よいしょ。今日は大学生なんですか、皆さんは。そうです、ね、皆さん大学生、はい、あ、皆さんね、あなたも大学生。僕も仲間ですね。仲間です。マスクしたらこの間高校生ですかって言ったら嘘だろうと思って、おばあちゃんと思って高校生はないでしょうとか思ったけど、若作りしております。今日 どこの大学なんですか。早稲田大学。早稲田大学から、あ、応募されてきたんですね。応募というか、今は違うんですか。僕ら授業で来てて、はい、そうなんですか。乳首大学だったかもしれない。ちょっとお話を伺いたいなと思ったらこんな感じになりまして。何学部なんですか。まあ、大体社会科学部っていう学部です。社会科学部、へえ。で、何がテーマなんですか、ここは。テーマ何を学ぼうとしてきて、はい、棚田の問題についてだったりとか、現状について持続させるためにどうしたらいいかみたいな、はいはい、を見つけてくるみたいな。あ、なるほど。自分の目で確かめに。はいはいはい、はい、どうですか、確かめられましたか。そうですね。でもなんか魅力も逆にいっぱい見つかって、あ、なるほど。そんな交流することで人の人柄も良かったですし、自然もなんか間近で見られてすごく楽しかった。そうですよね。食べとかしたことあるんですか。ないです。昨日やります。昨日初めて。初めて。あ、昨日からもうやってるんですね。そうです。昨日と今日2日間。へぇ、まあね、あと残り目分量にして上に持ってこう。はい、
ちゃったりして。言い方はですけど、お金も苦しいじゃないですか。そうだね。それをどう、はいはい、そのお金を取られてる感じがしないように取るかって。はいはいはい。それを考えるのもあるだろう。だからそういうことさっきは。ありがとう。いや、深すぎてもんびいや。ここじゃあ、一人お願いして、一人二人。じゃあ。こんな虫の適当なんで、そうですね。いやー。これで、下がって。いやいや、とてもいい天気に恵まれて、はい、気持ちよく田植えすることができました。はい、それスタートですね、これからね。そうですね、マーケーションね、この1週間。いやいやいや、どんな風にこううまくいけばいいですかね。学生さんもかなり来てたみたいですけど。あ、学生さんはね、別で来てたんで、あの田植えとかやっぱりいろんな人たちのなんかこう団体の交差点みたいになってて、はいはいはい、みんなで今日は楽しくできたんで。あ、たまたま。そうです、たまたまね。そうです、参加されたってことですね。で今日、まあ、ワーケーションというよりは、ね、地元の人と外の人が一緒に何かできるイベントとしてやってるんで、あのそういう意味では非常に良かったと思います。楽しかったって学生さんも言ってましたね。そうですね、もう楽しい大人もいっぱいいます。ほんでなんかその、まあ、農業とかのね、楽しさが逆によく分かったって言ってました。そうですね、まあ、本当はもっともっとね、手伝わなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、まあ田植えっていう楽しい、まあ、イベントとしてね、農家の方が提供してくださったところを、まあ、最大限楽しむっていうのをね、あの味わわせてもらいました。ワーケーション、ぜひ初日頑張ってください。ありがとうございます。1週間続きますね。どうです。はい、じゃあどうも。ありがとうございました。どうも、失礼します。ありがとうございます。笑顔で、笑顔で。じゃあ、お疲れ様でした。